さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まず三塁側読売ジャイアンツ、先発投手は畠。今日はどういった投球を見せるのか。そして対する一塁側東北楽天ゴールデンイーグルス、先発投手は戸村。ベンチの期待を背負ってマウンド。まずは1回の表、今日の先発マウンド上は特殊能力一発がついている戸村。とにかく失投には注意して投球してもらいたい。さあ注目のゲームが始まります。バッターは1番立岡、投球これから2球目。これは見送ってボール、ワンボールワンストライク。打ちました、これは内野ゴロ。踏ん張った一塁送球、記録はヒット、内野安打。ノーアウトで先制のランナーが出ました。ここでバッターボックスは若林。あっとスリーバント、サード取った、アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。ここは慎重に行くか、空振り三振。戸村勝負どころで踏ん張っています。そしてバッターは和田、どう出るか。シュートはボール、低めギリギリいっぱい、ストライク。さあ追い込んだ戸村、最後はまさに魂の一球。イーグルス先制のピンチをしのぎました。0対0で迎える2回です。そしてバッターボックスは岸田、流し打ち、一塁線いい当たりですが右に切れていきます。最後はスイングアウトの三振に仕留めました。2回の表が終わって0対0同点です。0対0で迎える2回です。そして迎えるバッターは石原、どう攻めていくか。打ちました、初球打ち、掴みました、ボールは中継、これで2アウト。ジャイアンツ追加点のピンチを迎えております。ここでバッターは石原、この回畳みかけていくか。投球2球目、スライダー見送ってボール、第3球投げました、いい当たり、ゴロが抜けた、二塁はセーフ。イーグルスさらに1点追加、3対0。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。イーグルスリードで迎える5回です。さあそしてバッターは今日1打点の石原、アウトコース高めストライク、まずは決めてきました。外角高めストライク、テンポよくいくか、最後は空振り三振に切って取りました。5回の裏が終わりまして3対0。イーグルスここはなんとかしのぎたい。ここでバッターボックスは北村、膝元見逃し三振。戸村プレッシャーをものともしません。イーグルス監督が出てピッチャーの交代を告げます。マウンド上は鶴田、今日2人目のピッチャーとして登板です。そしてバッターは田中、打ちました、抜けた、ボールは中継、ジャイアンツさらに1点を返しました。それでは先ほどの得点シーンもう一度ご覧いただきましょう。ジャイアンツここは代打を起用してくるようです。バッターは中井、さあ次は何を投げてくるか。鶴田チャンスの芽を摘み取ります。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。6回の表が終わって3対2、ジャイアンツこの回追い上げを見せています。イーグルスリードで迎える7回です。さあそして迎えるバッターは今日はヒットを放っている石原。さあ打ちました、これはどうだ、センター見上げた、ホームラン、ソロホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、初球から思い切っていきました、見事な一発を見せてくれました。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。ジャイアンツ何としても得点を挙げたい9回です。そしてバッターボックス初球を打ちました、1、2塁間へ、アウト。イーグルス見事勝利しました。イーグルス見事勝利を収めました。苦しんで苦しんで最後は僅差で逃げ切り、これでイーグルスの勝利です。勝利投手は戸村、西武は寺岡。さあそしてイーグルスファンの皆様よろしいでしょうか。ヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。今日は本当に2人とも大活躍でした。